ここは教室？でも私の知ってる教室じゃない。私の学生証。こんな雨の降る放課後だったそうよ。女性の先生が階段の踊り場から転落して亡くなったのは。当時の校長先生は学校のことをまるで我が子のように大事に思ってたみたいなんだけど、不幸なことは続いて、ある日起きた殺人事件をきっかけに廃校が決定しちゃったの。それ以来心を病んでしまった校長先生は、学校が閉鎖された当日に校舎の屋上から身を投げて自殺しちゃったんだって。私たちの今いるこの如月学園はそんな呪われた天神小学校の跡地に立っているのよ。マジで。階段で転落死した先生の方はまだ自分が亡くなったことに気がついていないらしくって、こんな雨の日の放課後には真っ暗な校舎の中を今でも歩いてるんだって。そう、このくらいの時間に。大丈夫サトジ？なあ、もうそろそろ帰った方がいいんじゃないかな。篠崎さん、お話の続き続き。マユも怖がりなんだから聞かない方がいいんじゃないのか。森重もってどういう意味だよ。すねない、すねない、そんな顔してたらナオミに嫌われちゃうよ。ちょっと聖子、あゆみちゃん早く話を続けて。うん。その先生が現れる時って校舎は必ず停電で真っ暗になるの。そしてコンコンってノックの後にスーッと扉が開くと、白い顔が覗いて、まだ残ってるのって。今誰かノックしたよな。気のせいじゃない。篠崎、悪ふざけやすぎるぞ。私じゃないわよ。暗くてろうそくがどこにあるのか分かんない。明かりのスイッチはどこだっけ。スイッチなら扉の横だろ。まだ残ってる出るの。ユイ先生、びっくりした。サトシ、どこにしがみついてんのよ。すまん。いつまで残ってるの。文化祭の片付けが済んだら早く帰るようにって言ったでしょ。お兄ちゃん。ゆか、どうしたんだお前。持田くんに傘を届けに来たんですって。そうだったのか、ありがとな。なになに、サトシの妹さん中等部かな。はじめまして、持田ゆかです。お兄ちゃんがいつもお世話になってます。私にこんな可愛い妹さんがいたなんて知らなかったわ。え、話したことなかったっけ。お兄ちゃんのことが大好きなんだよな。はい。岸沼とは面識あるんだね。そんなのんきなこと言ってていいの。強力なライバル出現だよ。何を言ってるのかな、セイコは。最後にこれだけやっていい？幸せの幸子さん、ネットに載ってたおまじないなんだけど、これをやるとね、その場にいたみんながずっと離れずにいつまでも友達でいられるんだって。篠崎さん、
あのお姉ちゃんどうしたの？転校しちゃうんだ。今日の文化祭が最後だったんだよ。あ、そっか。スズメちゃんいなくなると寂しいな。引っ越しって言ってもそう遠くないじゃない？だから冬休みにはみんなで絶対遊びに行くからね。私も引率教師としてついていっちゃおうかな。これで決まり。私もそれまでにまた怖い話を仕入れておくね。お前ほんと好きだな。悪い。いえ楽しみにしてるね、鈴本さん。私たちずっと友達だよ。みんなありがとう。私みんなと会えて本当によかった。みんなのことずっと忘れない。マユ、いつまで泣いてるんだ。ほら笑って。みんなでこの幸子さん人形を囲んで心の中で幸子さんお願いしますって唱えるの。9回唱えてね。間違ってもいいから絶対言い直しちゃダメよ。唱える回数が人数より多かったり少なかったりすると失敗しちゃうらしいからね。失敗するとどうなるんだ？なんか緊張してきたな。それじゃあいくよ。みんなも心の中で唱えてね。幸子さんお願いしますを9回だよ。せーの、はい。みんなちゃんと9回唱えた？じゃあ次はみんな手を伸ばして、この幸子さん人形のどこでもいいから掴んで。掴んだよ。いいわよ。はい。で、爪を使ってしっかり掴んだらみんなで引っ張ってちぎっちゃってね。せーの、はい。お疲れ様。みんなその紙の切れ端を学生証入れとか定期入れとかに挟んでずっと持っててね。お守りにでもなるのか？切れ端を持っている限りずっとみんな友達でつながっていられるんだって。そういうおまじないなの。いいねこれ。超素敵だね。なくさないようにしなきゃ。うん、篠崎さんありがとう。宝物にするね。またみんなで会おうね。約束だよ。うん。さてみんなそろそろ帰る準備をしなくちゃね。はーい。なに？地震？みんな机の下に隠れて。みんな大丈夫？はい。あの時何かが起こって。落ちたような感覚があったけど。あ、聖子？聖子？聖子？聖子、目を覚まして。聖子、ドタのナオミ、もう昼休み？ドタのじゃないわよ。覚えてないの？文化祭の片付けの後、教室でおまじないをして。あ、ここどこ？みんなは？わからない。ダメだ、開かない。ここはどこなの？ゲ
兵隊も県外か。思うんだけど、ここって心霊スポットみたいなとこじゃないかな。ちょっと、委員長じゃないんだから怖いこと言わないでよ。でも、どうしてそんなところに私たちがいるわけ？もしかして、私たち誘拐されちゃったとか？事件に巻き込まれてたりして。え？冗談よ、そんなわけないじゃん。聖子、今声がしなかった？え？何も聞こえなかったけど。そう。妙に静かだね。とにかくここから早く出よう。あれ、ナオミ、足どうしたの？うん、ちょっとくじいたっぽいんだよね。大丈夫？平気平気、なんとか歩けるから。さっきの教室、机と椅子がやけに小さくなかった？そうね、ここって小学校だったのかな。私たちしかいないみたい。ってことは？何よ。私とナオミの二人に。ちょっとこんな時に何してんのよ。早くここから出るんだから。そんなに急がなくても、私はもっと二人きりでいたいのにな。聖子。ねえナオミ、お尻の薬持ってない？塗るやつ。また外に出るまで待てないの？普通の軟膏ならあるけど。はい。おー、サンキュー。じゃあちょっと塗ったくってくる。もうちょっと恥じらいなよ。ここもダメか。お待たせ。この下が1階みたいだから、昇降口があるはずだよ。もう少しで出られるから頑張ろう。うん。出口発見！小さな靴。聖子が言った通り、ここ小学校の校舎だったんだ。小学校か。みんなお腹空かせてるだろうな。弟のゆうくんたちも小学生だったね。みんな育ち盛りだから、ご飯の用意だけでも大変大変。あ、聖子の家、お父さんの帰り遅いもんね。うん、父さんが仕事頑張ってる間は私が主婦やらないと。弟たちの世話できるのは私と父さんしかいないわけだし。えらい、女子高生にしてお母さんだ。なんかそれ微妙。さあ早く帰ってあげないと。てかナオミも早く帰らないとだよ。お母さん一人で待ってるもんね。心配してるかな。してるしてる、持田くんも心配してるって。あ、外に出たら待ってたりして。ちょっと、その話は今関係ないでしょ。いる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 。せーのでいくよ。うん、せーの。どういうこと？そんな。どこか場所を探して少し休もう。絶対に出られるから大丈夫だってね。よし、完璧。どう？わ、すごい楽だよ。ありがとう。本当は何か冷やすものがあればよかったんだけどね。助かったよ、聖子。ねえ、ナオミ。これからも、ずっと私と一緒にいてくれる？え？もちろんだよ。本当に？うん。私と聖子は何があっても友達。ずっと一緒だよ。
ありがとう。聖子ったら、昨日の夜も同じこと聞いてたじゃん。ナオミ。ん？ずっと一緒にいようね。うん。あ、そうだ。どうしたの？私、その大事な切れ端をなくしちゃったみたいなんだ。え？多分トイレで落としたと思うんだけど、ちょっと探してくるね。待って、私も一緒に。ナオミは休んでて、すぐ戻ってくるから。お、戻ったら一緒に出口探そうね。聖子、ずっと一緒にいようか。動かない、声も出せない。夏休みには皆さんで遠足に出かけましょうね。嫌われたら私
私がそばにいなかったから。ナオミに謝って許してもらわなきゃ。誰か呼んでる。ナオミ。私、聖子にどうしてあんなこと言っちゃったんだろう。聖子に謝らなくちゃ。楽しく笑ってた友達が目の前で首を吊って死ぬ。こんな現実受け入れられるわけがない。でもここではどんなことでも起こりうる。なぜならここはあの呪われた徐々に精神を侵され錯乱状態に陥ったり、何の予兆もなく人に危害を加えたり、まあ症状は様々ですが、最後には体は消し炭のように黒に染まり、魂は天神小学校に取り込まれてしまうのです。私はその現象を黒化と呼んでいます。お気の毒に。
お友達はその呪いに触れてしまったのです。そして心を守るために突発的に防御反応が起こり、自害を選んでしまった。お友達が亡くなった今、この学校で生きている人間はもうあなたしかいません。あなたはこのまま死ぬまで一人ぼっち。どうなってるんだ。無駄ですよ。あなたはもう元の世界へは戻れないのですからね。誰だお前は。一緒にここへ来たお友達と同じように静かに時を待つしかありません。一緒にって、マイもここにいるのか。どこにいるんだマイは。おい待て、マイは元の世界に戻れないってどういうことなんだ。天神町放置新聞。天神小学校において忌むべき犯罪が勃発した。ここ一月の間に町内で多数発生していた連続児童失踪事件は、当局の捜査の結果、急転直下最悪の形で解決へと向かった。昭和48年9月18日午後7時、同校内にて失踪中の児童たちの亡骸と血のついたハサミを持ち放心している教員1名を発見、これを確保した。これが篠崎の話してた殺人事件。でもその天神小学校にどうして俺たちが。天神小学校はずっと昔に壊されたはず。過去に飛ばされたっていうのか。まさかそんなことが。お兄ちゃん、何が起きてもユカのことは俺が守ってやるから心配すんな。お兄ちゃん、まずはみんなを探そう。もしかしたらナオミたちもここにいるかもしれないからな。お兄ちゃん、どうした。どれも使えそうにないな。開かない。お兄ちゃん、ゆかまだ我慢できるから他のとこにしよう。ああ、もうこうなっちゃうの。え、ゆか、お家に帰りたい。大丈夫だ、絶対に帰るから何も心配。森重、あ、持ちだ。まだ死んで間もないみたいだな。ひどいな。それはそうと、俺たち以外にも他校の生徒がここに飛ばされてきてるようなんだ。え、ひどく錯乱したやつばかりで、こっちがいくら話しかけても無駄だったけどな。錯乱って。お前は大丈夫そうでよかったよ。でも急がないと俺たちも危ないぞ。そうだな、手分けしてみんなを探そう。元の世界へ戻る方法はそれからだ。わかった、俺はマイを探しに行く。誰かに会ったらこの先の昇降口で落ち合うように伝えるよ。ああ、あ、持ちだ。言い忘れてたけど、ここは幽霊が出るから気をつけた方がいいぞ。幽霊？子供の幽霊だ。事件の犠牲者なのか、かなり傷ついた姿で一度幽霊が他校の生徒を襲ってるところを見たんだよ。幽霊が襲ってくる。うん、あと俺たちと同じ年くらいの幽霊もいたが、特に害はないだろう。お兄ちゃん、俺から離れるなよ、ユカ。どうしたんだ篠崎。おい、頭が割れそう。大丈夫か。ここにいたらダメ。ここは本当にダメ。おい、しっかりしろ。しっかりしろよ。何が起こって。あいつの顔、新聞記事の写真です。篠崎、絶対に目を合わせちゃダメ。目を合わせちゃ。わかった。
来るな、こっちに来るな。お兄ちゃんとお姉ちゃん、どっちが先に死にたい？どっちにしようかな。死ぬわ。お姉ちゃんにしようかな。助け、バイバイお姉ちゃん。 やめろ。じゃあお前から殺してやる。篠崎、大丈夫か。岸沼君、あなたも霊媒体質のようですね。 あんたが助けてくれたのか。見たことない制服だけど、あんたも俺たちみたいに閉じ込められ。私はとっくにここで死んでいます。え、私は大事な人を探しにここに来ました。あの、もしかして奈穂さんですか。あいつのこと知ってるのか。女子高生霊能士の才の木奈穂さんよ。霊能相談や心霊情報のホームページでとても有名なの。あの、奈穂さん。何か。いつもサイト見てました。ありがとう。幸せの幸子さんのおまじないが乗ってから更新が止まって心配していたんですけど、こんなことになってたなんて。なあ、さっき人を探しにここへ来たって言ったよな。はい。自分から来たのか。てか来る方法があるってことは帰る方法もあるんだよな。あるなら早く教えてくれよ。篠間くん。それは、私はここで死ぬ前に脱出を試みてこの学校を必死に調べました。どうやらこの異空間天神小学校を形成しているのは、児童4名連続誘拐殺害事件で惨殺された子供たちの霊。落ちてた新聞記事に写真付きで載ってた子供たちか。さっきの子はそのうちの一人ね。私は途中力尽きましたので叶いませんでしたが、あの子たちの霊を鎮めることができれば、この呪われた空間も崩壊し、私たちへの無用な虐待もやめて解放してくれるかもしれません。霊を鎮めるったってどうすればいいんだ。まず欠かせないのは殺害犯人の懺悔でしょうね。なぜなら殺害犯もこの校舎の中にいるからです。懺悔って、そんなやつ相手に俺と篠崎で何が。内田君も、私の友達もいるんですか。先ほど入ってきた魂は9つでした。9つ、みんなもここにいるんだ。なら早く探し出そうぜ。それは無理です。ここは恐るべき呪いが作り上げた多重閉鎖空間だからです。多重閉鎖空間。はい。同じ場所にいても同じ次元に存在してない限り決して会うことはできないのです。そんな。でもあなたなら。おい、ちょっと待ってくれよ。開かない。なんだこの教室は。理科室。児童たちの死因はやはり現場で逮捕された教員の手に握られていた大きな断ち切りバサミにより舌を切り取られたことによる失血または窒息と判明。被害児童のうち一人は殺害後に頭部を切り落とされる。なんてこと。鈴本さん、鈴本さん。あの子供たちは。あ、先生。そうだよ、私の大好きなゆい先生だよ。私も学校が大好きなんだ。鈴本さん。先生も大好きだし、あなたたちと一緒だね。鈴本さん、しっかりして。私の言うことを聞いて、今すぐその子たちから。大丈夫だよ先生、この子たちは悪い子じゃないよ。とってもかわいそうな子たちなの。それは先生も知ってるわ。でも先生、この子たちを放っておけないよ。だから私ここに残るね。ダメよ鈴本さん、ここから出てみんなのところに戻らないと。みんな？森重君も心配してるわよ。
ひげに。さあ早く一緒に行きましょう。鈴本さんは私の可愛い生徒なの。だからお願い、返して。どこにいるんだ、マユ。お前には俺がついててやらないと危なっかしくて仕方ない。そう思ってたけど違うんだ。お前のマユの顔に、シゲニーって呼んでくれるその声に俺が救われていたんだ。マユ、お願いだ、俺を一人にしないでくれ。クソ、他人の不幸でも見ないとやってられない。俺はまだマシだ、まだマシ。死体の写真がたくさん集まったな。不思議だ、全部本物なのに作り物にしか見えない。やっぱりこれが一番派手だな。すごいな、この肉の塊。これが生きていた人間だったんだ。ダメだダメだ、こんなことしてる場合じゃ。着信表示が出ない、壊れたのか。何か聞こえる。見ないで、見ないで。マユ、見ないで。私の内臓、見ないで、シゲに。ここも使えないな。森重の言ってた幽霊か。でもどこも怪我してないみたいだけど。あなたは誰？君もここに迷い込んだのかい？うん、こっち。お兄ちゃん、こっちおいでって。ああ、あんな小さな子供までここに閉じ込められてたなんて。この向こうに何かあるの？うん、さっき通った時こんな扉はなかったはず。お兄ちゃん。ああ。外には出られたけど。お兄ちゃん。ゆか、もう我慢できないよ。え？そのあたりでできないか？柵があるけど、あれくらいなら乗り越えられるよな。分かった、やってみる。ゆか、森には絶対近づくなよ。うん、ねえ、一緒に来てくれない？いいよ、お姉ちゃん。おねえ。中で待ってるから、何かあったら大声で叫ぶんだぞ。白檀高等学校、木座見優也。そういえば森重が他の学校の生徒もここにいるって言ってたな。俺たちと同じように幸子さんのおまじないをやったのか。
お兄ちゃん、お兄ちゃん、どこいるの？お兄ちゃん、返事してよ。お兄ちゃん。多重閉鎖空間では人は出会えないかもしれないけど、このろうそくが持田くんたちに見えるとしたら、私たちもここにいるって伝えることができるかもしれない。なあ、吉和って殺害犯の教師の名前だよな。そうね、この人形はおそらくその殺害犯のもの。人形を使って犯人の懺悔を引き出せってことなのかな。それにしても不気味な人形だな。なんか今にも喋り出しそうでゾッとする。あ、どうした？ごめんなさい。人形が喋った。大丈夫？岸沼君。ああ、この声、犯人の懺悔になるんじゃないかな。なんだあれ。その袋に入ってたの？ああ、ちょっと貸して。吉沢亮、確か被害者児童の中に同じ名前があったような。ちょっと待て、あ、吉沢亮ってさっき俺たちに襲いかかってきたチビじゃねえか。返して。また出やがったな。返して、返して。あいつ何言ってるんだ。わからない。あなた吉沢亮君よね。僕も。返して。返してって言ってるのかしら。僕も。返せ。大丈夫か？今のってあのチビの霊を沈められたってことか？そうだと思う。岸沼くんの見つけたものは殺害犯に切り取られたあの子の舌だったのかよ。残りは3人、切り取られた舌を探して返してあげなくちゃ。場所はまたきっと人形が教えてくれる。すげえよ篠崎は。幽霊相手に全然ビビらないんだからな。怖いに決まってるでしょ。無理して頑張ってるのよ。誰かさんが役に立たないから。よし、あと一人だ。名前は確か篠崎幸子とか言ったっけ。そうなんだけど。あ、新聞記事によれば幸子ちゃんは殺害される前に発見されたはずよね。あ、じゃあ亮君たちと同じ方法では沈めることはできないかも。え、ちょっと待て、沈めるも何もその子は無事だったわけだろ。ってことは婆さんになって今も生きてるんじゃないのか。だとしたらこれで全員沈めたことになるわ。でも何も起こらない。そうだな。なんだよ、時計の音かよ。ビビらせやがって。まあとりあえずはこれで終わりってことだよな。終わりじゃない。ん？まだ何か大事なことが残されてる気がする。お兄ちゃん、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 
おや、君は持田の妹。まったく頭がおかしくなりそうだね。そこかしこにこんな死体がある。持田はどうしたの？お兄ちゃんいなくなっちゃって。うん、震えてるね。かわいそうに。おいで、一緒に探してあげるよ。いえ、いいです。ゆか、一人で探して。一緒にお兄ちゃんを探してあげるって言ってるんだ。でもわからない子だな。いいから待てと言ってんだよ。どうして逃げるんだい。隠れないで出ておいで。君に大切なお話があるんだ。君もあの時学校でマユと約束しただろう、ずっと一緒にいるって。だから君もマユと同じ姿で僕の携帯電話に収まってほしいんだ。そうすればマユも寂しくないだろう。お願いだから出てきてくれよ。頼むよ。こんなとこでかくれんぼかい。お兄ちゃんとか言ってたけど。はい、お兄ちゃんとはぐれちゃって。そうなんだ。実は僕も妹を探しててね。よかったら一緒に探さない？僕は白檀高等学校2年の木佐美優也だ。私は持田ゆかって言います。君も幸子さんのおまじないでここに閉じ込められたのかい？わかりません。そっか、ここにいたのか。こっちに来るんだ。ん？彼は知り合いじゃないのかい？助けてください。そうか、それでさっき隠れてたんだね。お前は誰だ？お前もこの携帯の中にマユと一緒にいてくれるのか？それはいい。ユカちゃんはここにいて。お兄ちゃんが守ってあげるよ。君は僕の大切な妹だからね。お望み通りにしてやるよ。ユカちゃん、ここからは抜け出せない。絶対にみんな死ぬんだ。だから最後の瞬間まで僕らは兄弟でいよう。ここで幽霊にむごい殺され方をするのは嫌だろう。大丈夫、そんなことさせないよ。そんな運命から君を守ってあげる。そして俺が終わらせてあげる、君のその小さな命をね。かなりでかいぞ。シノマくん、
この事件、女の子が一人助かっていたのか。篠崎幸子、さっきの女の子じゃないか。でもおかしい、彼女は殺されなかった。なのになぜ幽霊になってここに存在しているんだ。ゆかが心配だ。今もあの子と一緒にいるかもしれない。ビデオテープ、取材、最近のものじゃないか。それと手帳か。篠崎幸子のおまじない、清純法、坂内法メモ。これって元の世界に戻る方法じゃ。すぐそっちに行くからね。待てよ、おい、お兄ちゃんならここにいるだろう。お兄ちゃんこっち。待て、ゆかちゃん、僕の可愛い妹どこにいるんだい。いい子だゆか、こっちへおいで。殺す殺す殺すよゆか。閉じ込められたのか。戻る方法が見つかったっていうのに、こんなところで足止めなんてされてたまるか。待ってろよゆか、みんな。大切な人を案ずる思い、それゆえ受ける痛みや苦しみは、死者にも生者にも隔てなく与えられる美しい成功。君は誰だ。私はここで死んだ幽霊です。そうか。幸せと不幸は隣り合わせ、安易に幸福を得ようとするにはそれなりのリスクが伴うもの、うん、あなた方がこの学校に閉じ込められたのは、幸せの幸子さんを行って失敗したからです。失敗だって。誰かが唱える回数を増やしたか減らしたか、人数分正しく唱えなかったのです。誰かが。そんなはずはない。確かに9回しっかり唱えたはずだ。あなたはそうかもしれませんが、一緒にいたお友達はどうでしょう。え、お友達の誰かが面倒で適当に唱えたか、あるいはもっと遊びたくて簡単に終わらないように失敗したか。な、わざとでなくてもいい加減な性質の人なら失敗してもこう考えそうですね。まあいいや、バレないって。こんな恐ろしい出来事に発展するとも知らずに。いい加減にしろ。職業柄かしら、ついいろんな可能性を考えてしまって。あなたはまだおまじないの切れ端を持っているようですね。それをしっかり手に握って思ってみてください、あなたの大事な人たちのことを。すまない、俺急いでるんだ。心配する気持ち、心をかき乱す衝動、それでいいのです。おまじないとは人が人を思う気持ち、心そのもの。それが愛情であれ憎しみであれ、思いが強いほどおまじないは力を発揮するのです。そう、ブレイク、イクス、なんだ。私たちの邪魔をするものは許しません。苦しみ抜くといいわ。え、うわっ、やめてくれ。行きなさい、思い人のもとへ。もう遅いかもしれませんけどね。気を失ってたのか。ここって俺らの教室じゃないか。篠崎、篠崎、しっかりしろよ。おい篠崎。うん、気仙沼君、あ、嘘。嘘じゃねえよ、私たち帰ってこれたのね。ああサトシやユイ先生たちは帰ってきてねえのか。あ、どうした。あれ、うん、
来るな。ちょうどこんな雨の降る放課後のことでした。私が誘拐されたあの日の朝、お母さんと喧嘩をしてしまいました。何を言ってるの。お母さんと顔を合わせるのが嫌で、学校の後私は家に帰らずにぼーっと渡り廊下にしゃがんで雨を眺めていました。そうしたら私の隣に吉和先生が座って、うんうんと私の話を聞いてくれたんです。先生、言葉を話せない病気だったけれど、心は優しい人だったから私は好きでしたけれど。お兄さん、お姉さん、ごめんなさい。あなたは菅野ゆきちゃんだったわね。さっきはありがとうございます。殺された私たちを成仏させようとしてくれて。お前なんでここにいるんだよ。成仏したんじゃねえのかよ。それはごめんなさい。まだは切り取られた舌は返したし、ひどいことした犯人には懺悔させたけど、やっぱり足りてないんです。犯人の懺悔が、あいつの文化人形が喋った言葉では足りないってこと。あれは違う。なんだって無関係の人間を何人も何人も閉じ込めてるんだ。俺たちをあそこに呼び寄せたのはお前ら子供たちの幽霊だろう。それは違います。あ、私たちは異空間をつなぎ止める歯車に過ぎなくて。お前らあそこで大勢殺したじゃねえかよ。待って、もう少し聞こう。わかったよ。お姉さんたちだけでも無事に遅れてよかったです。なんで急に俺たちを気遣うような言い方すんだよ。聞いたことがある。ん？強い未練を残したまま暴力的に命を奪われた霊魂は、普通の人でいうところの桜に近い状態でとどまってしまうって。だからいろんな感情や思いがごちゃ混ぜになってしまっているのね。どっちもこいつの本音ってわけか。だったらお願い、他の生きてるみんなも、持田君や先生たちも連れてきてあげて。それは無理だと思います。どうして。さっきは呪いの力が弱まり、その隙にここへ送ることができました。でも行き場をなくした悲しい思いたちの影響で、全ての霊がわずかに残った理性を失い始めて、私ももうすぐまた生きてる人をただ無差別に襲うだけの怨霊になってしまいます。だったらなおさら急がなきゃ。何か他に持田君たちを助ける方法はないの。一つだけあります。どうするんだよ。お兄さんも知っている方法です。あの場所へ戻って私たちみんなを成仏させてくれれば、歯車を失った異空間は多分消えてなくなります。またあそこへ戻るのかよ。ねえ、さっきはどうして口ごもったの。思い出したくないんです。でも知りたいのなら教えます、あの時のこと。篠崎、あれ、どうなったの。私気絶したはずなのに意識がある。でも真っ暗だし、体が動かない。ここは見たことない部屋だわ。やめて。何するの。どうして目隠しなんかするのよ。外したよ。順番。
どうして、どうしてあなたが、出しちゃう。篠崎、しっかりしろ。篠崎大丈夫か、篠崎。今のはあの時の出来事です。何か見たのか。この子たちを殺した犯人、犯人の残業人違いだった。何だって。私は今ユキちゃんと同化して殺されてきた。篠崎、殺害犯は古い新聞記事にも顔の写真と名前が載ってた赤い服の女の子、篠崎幸子。いや無理だろう、同じくらいの年の子供をさらってきて監禁なんてよ。やっぱ教師が犯人じゃ。吉和はただの協力者よ。幸子にこの子たちが殺されている時、あいつは部屋の隅で震えていたわ。マジかよ。彼が何を理由に協力していたのかはわからないけど、町田君たちに伝えなきゃ。もし無防備に幸子に接触でもしたらとても危険よ。ああそうだな。あの空間にいた奈穂さんですら真実に届いていなかった。早くみんなに知らせないと、事実を知る前に殺されちゃうわ。ゆきちゃんお願い、もう一度あの場所へ連れて行って。あなたも他の子たちもみんな必ず成仏させてあげるから。でもおすすめはしません。お姉さんたちや他の人たちの働きかけで今あの空間は大きく乱れ始めています。今度戻ったらゆきちゃん、お姉さんたちをもう一度ここへ連れ戻すことはできないと思います。おいちょっと待てよ、お前本気で戻るつもりか。行こう岸沼君、みんなを助けにね。持田君、俺はごめんだ。あんなところもう二度と行きたくねえ。岸沼君、もう一回戻るとか正気の沙汰じゃねえよ。今度こそ本当に死ぬかもしれねえんだぞ。どうして、自分さえ助かればそれでいいの。綺麗事言ってる場合か。死ぬんだぞ、死にたくねえだろ。俺だってサトシたちのことが心配だ。でもよ。もういい、聞いた。私が間違ってた。私一人で行く。俺はお前信じらんない。友達を助けたいと思わないの。確かに危険かもしれない、でも持田君ならきっとそうするはずよ。白状者、自己中、不良、持田君たち。うるせえ。人の気も知らねえで、お前はみんなじゃなくてサトシを助けたいだけなんだろ。いい加減にしろよ、もう限界だよ。持ちだ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 、いいよ別に誰を好きになろうがよ。だけどやめてよ。なんでそんなこと言うの。私が心配しているのは持ちたく一人じゃないわよ。ゆきちゃん、お願い、私だけでもいいからあそこへ戻して。わかりました。言っとくけどね岸沼君、私だって怖いんだからね。くそ、どうしてこうなるんだよ。どこに落ちたの。暗くてよく見えない。携帯の明かりで、さっき。あなたはずっと一人ぼっち。あれ、どこだここ。ん？これはナオミの。下に誰かいるのか。
ナミ…ナミカ大丈夫か、ナミ。何があったんだ、ナミ。お前、足に怪我を。うん、でも大丈夫、聖子が包帯を巻いてくれたから。篠原が、あいつどこにいるんだ、一緒じゃないのか。え、聖子、聖子は。ん、喧嘩別れしたままだったの、私が悪かったのに。次会ったら首を。私のせいかもしれない、ひどいこと言っちゃったから。もう謝ることも。大丈夫だ、お前のせいじゃない。きっと篠原は普通の状態じゃなかったんだ。サトシ、篠原は簡単に諦めて自殺をするようなやつじゃないだろ。ごめんな篠原、お前も連れて行ってやりたいけど。もう大丈夫みたいだよ。どうしちゃったの。誰に物を言っている、この小便女。汚ねえ暴行を引きずり出してやるぞ。ここに隠しておこう。スースーするけど濡れたまま履いてるよりいいや。探したよ、ユカ。持田くん、中島さん、篠原さん。あの制服は。堀重くん。ユカ。私は大丈夫、早くユカちゃんのとこに。やめて離して。ユカはどんな声で泣くのかな。ユカ。おや、もうおしまいかい。そうか。ゆか、しっかりしろ、すぐに。
逃げるな篠崎。ゆか、大丈夫サトシ。ああ、ありがとな、ナオミ。天神小学校で起こった児童連続誘拐殺人事件、犯人はこの学校の校長の息子柳堀義和だと考えられていた。でも事実は違った。事件生き残りの児童篠崎幸子、彼女が柳堀義和を操り児童を殺害した真犯人。殺害された児童の霊は怨霊となり、私たちが閉じ込められているこの呪われた学校を作り出した。その天神小学校を調べに来た怪奇小説家の木曳光先生、カメラマンを従えて探索を続けていた木曳先生は真相に迫る前に命を落としてしまった。そして木曳先生を師匠とした冴野木奈穂さんも。ここから脱出する方法はただ一つ、おまじないの切れ端を使った逆打ちという方法のみ。ただし逆打ちを成功させるためには条件がある。それは被害児童の霊を鎮めることと犯人の懺悔を引き出すこと。そのことで学校を包んでいる呪いの力が弱まり、逆打ちを成功させ元の世界に帰ることができる。もちろん多重閉鎖空間が完全に壊れてしまったら、その逆打ちも使うことはできない。被害児童の霊は全員沈めることができたから、あとは篠崎幸子を見つけて彼女から懺悔の言葉を引き出すだけだわ。岸沼君、篠原さん、ゆかちゃん、森重君の4人が亡くなってしまって、鈴本さんと由衣先生は行方不明のまま。二人ともおまじないの切れ端はちゃんと持ってる？どうした？急いで幸子を見つけよう。そして鈴本、由衣先生を必ず見つけて、みんなで絶対帰るぞ。まずこの校舎をもう一度調べてみよう。そうね。書かれていることが本当だとしたら、無差別にいろんな人をここに呼び込むため、嘘のおまじない方法をホームページに載せていたことになる。岸沼君、私たちを守って。何か様子が変わってるような。そこに行ってみよう。ん？何してるんだ？ううん、なんでもない。保健室。
空いてますよ。お入りなさいな。夏休みには皆さんで遠足に行きましょうね。さっちゃんは私の自慢。私のために何でもしてくれる。1953年7月19日、私は死んだようだ。するようにおまじないの方法をホームページに書いていた。先生のためでしょ。あなたの愛するキビキ先生の。何がおかしいの？知るか、釣りだよ釣り。ネットの情報を鵜呑みにするやつがバカなんだよ。あなたの勝手な都合でどれだけたくさんの人がもがき苦しんで死んでいったか。幸子さんの呪いを全国に拡大させたのはあなたなのよ。知ったことか。私が頑張れば先生が喜んでくれる。いっぱい頭を撫でてくれる。先生のためなら私は何だってする。狂ってるわ。はあ、お前みたいなオカルトかぶれはその辺で腐って匂ってろよ。先生のお仕事は私が守る。邪魔をする奴は許さない。ナホさん、あなたはここで亡くなっている。それは何か覚えていないのね。だったら思い出させてあげるわ。あなたが絶望して人で亡くなった時に何があったのか、あなたが最愛の人に何をしたのかを。思い出した。あなたが最愛の人、キビキ先生を殺したのよ。あなた自身が取り殺してしまったのよ。あなたの行為はキビキ先生を幸せにしていない。幸子の7歳の誕生日、放課後一緒に夕食を食べに行くことに決めてある。プレゼントの猫のぬいぐるみ、喜んでくれるかな。一日の仕事を終え、3階の資料室で書類の整理をしていたところに校長先生が訪ねてきた。ん？なんだ、ここだけくっついて。さっちゃんは私の自慢。私のために何でもしてくれる。寂しい私のためにいっぱい人を殺してくれる。子供をいっぱい送ってくれる。なんということだろう。子供たちを殺めて魂を私の元へ送るなんて、そんなことでは私は喜ばない。幸子、ここへ来て私と話をして。幸子はたくさん殺めてしまった。しかも神隠しと呼ばれるほど完全に足跡も消している。あの子に一人で子供をさらってきて殺害するなんてことはできない。あの男を使って誘拐させているようだ。幸子、やめて。この日記を書いた人は幸子のお母さんみたいね。早くに亡くなったようだな。幸子は亡くなった母親を寂しがらせないために子供たちを殺して霊界に送っていたのか。そのうちに心が壊れてあんな状態に。
さっき開けなかったこのページには一体何が書いてあるんだ。確か校長が訪ねてきて何かあったのかしら。町の開業医篠崎義恵さんが保健医として所属する天神小学校の階段から転落し死亡する事故が起こった。状態は運悪く上半身から落ちたようで首の骨を折り即死だった。義恵さんは明るく朗らかで、その人柄から児童たちにも人気があり、周りにはいつも子供たちが集まっていった。え、亡くなった義恵さんの一人娘がその日から失踪しているって。幸子、どこに行くの？待て、待ちなさい。いけません、話してください。校長室は別館にあるはず。許してくれ。何？校舎の屋上から飛び降りて、おそらく天神小学校の校長だな。何人も立ち入りを禁ず、天神小学校校長柳堀高峰。保健医が死んだ事故はただの事故じゃなかった。ここは調べてみる必要があるわね。この張り紙の数異常だわ。あれは？サトシ？どうして封印を？これは？サトシ！サトシ！どうしたの？サトシ！毎晩毎晩夢に出てきやがって、こんなに罪を悔いているのに、どこまで私を苦しめるんだ！分かっているよ。お前は本当は死んではいない。死んだふりをしているんだ。だがね、私には立場があるんだ。あのことを誰かに喋らせるわけにはいかないんだよ。お前が夢枕に立つたびにまた殺しに来てあげるからね。サトシ、サトシ、サトシ、なんだったんだ今のは。どうしたの？見たんだ、校長が幸子の遺体を傷つけてるのを。え、どういうこと？その袋の中にはおそらく、さっき開けなかったページが読めるようになっている。え、3階の資料室で書類の整理をしていたところに校長先生が訪ねてきた。しばらく話をした後に先生は突然後ろから近づき、私の体を捉え恐ろしい力で。先生！篠崎さん！鈴本さんまで私がおまじないをやろうだなんて言わなきゃ、みんなこんなこと。先生はそうは思わないわ。あなたが友達を思う気持ちに嘘はない。そうでしょ？
机の下に隠れよう。生と鈴本まで、くそ、なんでだよ。あゆみさん、ゆきちゃん、急いでください。時間がありません。早く幸子を。待ってくれ、ナオミがいないんだ。あの人は今試練と戦っています。試練？はい、あの人は国化が始まっていて、今のままでは元の世界に戻ることができません。もし試練に打ち勝つことができれば、帰ることもできるはずです。お兄さんたちは幸子を。今はナオミを信じるしかないのか。うん、私たちはできることをしましょう。ちょっと聞きたいことがある。何ですか？逆打ちに使う切れ端、もし自分のじゃなくて他人の切れ端を使ったらどうなるんだ？幸子なのか。帰れ。聞いてくれ、俺たちは帰れ。落ちたくん。幸子、話を聞いてくれ。お前から殺してやる。落ちたくん。一部を見つけたんだ。受け取ってくれ。知らない、わからない。お願いだ、目を覚ましてくれ。他人に危害を加えたところでお前の魂は救われやしないんだ。やめて。
子、何か言いたいの？許せないよね、私のこと。聖子、大好きだよ、聖子。お前のお母さんも悲しんでたぞ。こんなことで自分は喜ばないって。お母さん、誰、どこにいるの？今殺してあげるからね、お兄ちゃん。サトシ、ナオミ、ダメ、サチコちゃん。俺たちは知ってるんだ、君とお母さんが最初の被害者だということを。篠崎君、私は押すつもりは。お母さん、幸子か、見たんだね、見たんだね、見てしまったんだね。苦しかったね、悔しかったね。あなたは真実を伝えようとした、でも誰にも伝わらなくて、それでもう終わりにするんだ。ナオミ、そのぬいぐるみを持ってきてくれないか？はい、お母さんからのプレゼントなんでしょ。お前は大丈夫か？皆さん、急いでください。学校を包囲している霊の力が弱まっています。今のうちに校舎の外に出ておまじないをしないと。行こう。早く坂内を。それ、拾ったやつだろ。え？さっき見たんだ。一緒に来た人間のものじゃないと何が起こるかわからないらしいぞ。俺のを使ってくれ。え、でもそれじゃサトシが。俺にはユカの切れ端があるから大丈夫だ。あいつすぐ物をなくすから俺が預かってたんだ。サトシ、さ、帰るぞ。ユカ、篠原、吉木、鈴本、森重、ゆい先生、俺たちはずっと一緒だからな。いい？坂内は人数に幸子一人加えた回数のおまじないを唱えて切れ端同士をくっつけるの。
わかった。じゃあ行くぞ。幸子さんお願いします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 。先生、あの子は今日も部屋から一歩も出てきません。相変わらず空想の友達の話をしています。私がそんな子はいないのよって説明すると、見たこともないような恐ろしい形相で、あの子のあんな顔。落ち着いてお母さん。先生、明るくて元気で朗らかだったあの子はどこへ行ったのでしょう。